ゲード。そうか、ニールたちはディザイアンとレネゲードの区別がついてない。お前たちを待っていた。おかしな話だな。さあどうだろうな。それより我々と手を組まないか。呆れたこと。ロイドやコレットを散々狙ってきて。あの時と今では状況が違う。ユアン、大樹カーラーンを知っているか。聖地カーラーンにあったっていう伝説の大樹か。無限にマナを生み出す命。それはおとぎ話じゃないんですか。大樹カーラーンは実在した。しかし古代カーラーンた今では聖地カーラーンに種子を残しているだけだ。最後の封印に大樹の種子が。我々はその種子を大いなる実りと呼んでいる。ミトスの魂のこと。それこそおとぎ話だ。世界にマナを供給する大いなる実りとは。二つの世界を一つに戻すためには。二つの世界を。私はかつて言ったはずだ。ユグドラシルが二つ。もともと世界は一つだった。それ、世界を引き裂くなんてことができるのか。ユグドラシルにはできた。そして二つ、大いなる実りからにじみ出るわずかな。だから繁栄と衰退が繰り返されて再生の巫女が旅立つ。しかし大いなる実りが発芽すればそれも終わる。どうしたら大樹が復活するんだ。大いなる実りは死滅しかけている。それを救うために。そんなもの地上にあるわけがないわ。クルシスの拠点があるデリスカーランはそれをこの大地の遥か上空につなぎ止めている。それが本当ならどうしてユグドラシルは大樹を復活させないんだ。デリスカーランの膨大なマナは全てマーテルに捧げられている。マーテルを。そんな。マーテルはクルシスの奇跡の力で大いなる実りに寄生し、心だけが生きながらい。マーテルが目覚めれば大いなる実りは彼女に吸収されて消滅するだろう。それを阻止するためユグドラシルはマーテルが寄生した大いなる実りを。だからレネゲードはマーテルの復活を阻止しようとしているのね。そうだ、我々は大いなる実りを発芽させる。その結果マーテルは種子に取り込まれ消滅するだ。大樹カーラーンが復活する。もしそうなったら二つの世界は元に戻るんですか。それは分からんが、種子が消滅すれば。だからマーテル様には涙を飲んで消えてもらうってが。マーテルはすでに死んでいるのだ。デリスカーランのマナがなければ。どうしてユグドラシルはマーテルにこだわってるの。それはどうでもいいことだ。今まで大いなる実りは衰退世界の精霊によって守護されてきた。マナの鎖だな。そう、そして鎖は抜け始め、大いなる実りの守りは弱まっている。私たちが二つの世界の精霊と契約をしているから。なるほど、だから私たちと手を組みたいのね。私たちにはシーナという召喚師がいる。ユア、お前はクルシスか。それとも。私はクルシスであり、レネゲードの当主でもある。獅子神中。要するに裏切り者で。さあどうするのだ。わかった。信じるのロイ。信じるさ。こいつは自分の裏切り者としての立場を明かした。それってやばいことなんじゃないのか。私も信じる。お前たちはロディルの牧場へ向かうのだったな。本当によく知ってるね。本当だよな。まあいいや、魔導法ってのが完成する前にどうにかしたいんだ。それにロディルには牧場と魔導法はシステムが連結しているはずだ。管制室を無効化するという。やけに詳しいわね。我々もロディルの牧場に潜入する必要がある。奴の牧場の入り口まで道案内をするが。どうするもこうするもねえよ。あんたたちは何のために牧場へ向かうんだい。
マナを大いなる実りに照射するための準備だ。その準備のためにレアバードの空間転移装置が使えなくなっている。テセアラへ戻るのは牧場潜入の後まで待て。分かった。準備ができたらボータに声をかけろ。あとは頼むぞボータ。分かりましたぞ。俺様かっこいい。ま、こんなもんさ。俺様かっ